あのね、さっき言いたかったこと、この次会った時に言うね。絶対言うから待っててね。将来は寂しくない？私、夜寝る時いつも考えてる。将来何してるかなって。私のことちょっとでも考えてくれてるかなって。こんな気持ちになるのは良くないよ。全ては今より始まる。この大切なものをなくしたの。小僧、妹、タメ、このままではこの子死ぬわ。サクラ、助けてください。もしその子の記憶が全て戻ったとして、彼女の中にそれまであったあなたに関する全ての記憶だけは決して戻らない。あの人はどうしてあんな危険な真似を。俺の大切な人です。つけなきゃ私の姉。なんでそんなに強いんだろうな。まだやらなきゃならないことがある。死んだりします。